皆さんおはようございます46日間チャレンジ行政手続行完全制覇の37日目に入らせていただきたいと思いますよろしくお願いします37条は届出についてということになりますけれども、えー、届出って我々業務でもですね結構届出扱うことありますけれども皆さん生活をしている中でもですねあれやこれやと届出を出さなければいけないタイミングってありますよね 例えば、お引っ越しされた時のですね、えー、転入届出を出さなければいけないとか、あるいはお子さんが生まれたタイミングで出生届を出さなければいけないとかですね。えー、まあ、ちょっと車でですね、交通事故を起こしてしまった場合に、事故の届出をしなければいけませんよとかですね、警察に事故の届出をしてくださいよとかですね。まあ、我々の業務で言うと、まあ、最近だと結構ね、うちなんかやってた住宅宿泊事業、民泊の届出とかですね。 いや、あれはなんか届けの割にやたら難易度高いなとか。まあ今難易度の話をしたんですけど、一般的にね、その許可制のものとその届出制のものって、やっぱりどっちが難易度が高いのって言った場合って、許可制の方がなんか高い感じしますでしょえー、許可制の場合っていうのは一定の審査が発生して不許可になる可能性があると。 それに対して届け出って割と簡易的なイメージがあって、で、一定の書類、法的な要件を満たすような、一定の書類を出せばそれで完了する行為、これが届け出なんだということではありますよね。で、ですから届け出というのはあくまで行政に一定のそうやって決められた書類を出しさえすれば、もう要件を満たしさえすれば必ず認めてもらえるものという、そういうイメージなんですが、 え、以前ですね、えー、これは転入届出について、えー、まあ、争われた事案なんかがありますね。オウム真理教の信者の方が転入届出を出したら、そこの自治体の方がですね、えー、転入届出を受理しないというですね、不受理なんていうことをしたなんていうのが、実際にですね、起きまして、で、それが問題になったことがありますけれども、ここでやっぱり行政手続き法上重要なのは、 不受理の概念というのを否定しているということですね。えー、以前はやっぱりお役所の都合とかでですね、もう受け取り拒否、受理しないなんていうことがあったりとか、あ届け出した書類なんかを返礼するとかですね、返す戻すで返礼ですけれども、返礼するとか、そういう慣行があったわけなんですけれども、今現在はですね、そういうの認められないわけなんですよ。もう一定の要件さえ満たして、役所がですね、だから、うん、不受理ですよ、とか言ったところでですね、もう出して、 その書類を出してですね、写真でパシャッとかで撮ってですね、はい完了って言ったら、もうそれで義務は完了ということになるわけです。届け出のところで、まず大事なのは、不受理というのはないんだ。そういう受理という概念を否定しているんだということをしっかりまずは頭に入れた上でですね、条文を確認していくことにしましょう。 まずは、そうですね、えー、この37条を見る前に2条の7号に、えー、届け出についての定義が入っておりますから、これを見ていくことにしましょう。届け出、定義です、えー。行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であると、えー、申請に該当するものを除きますよ。ね、許可制と届け出制違いますから、申請と届け出というのは全く別行為と、別概念ということでしっかり捉えてくださいね。 はい。であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの。ね、引っ越しをしたら、転入届出を出してくださいよ。子供が生まれたら、出生届出を出してくださいよ。法令上こうやって義務付けられているものというのがありますよね。あるいは、義務付けられてなかったとしても、カッコ、カ書きですね。事故の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには、当該通知をすべきこととされているものを含むと。 義務付けられてるわけじゃないんだけれども、例えば国籍が欲しいということであれば、一定の届出を出さないとダメですよって国籍法に規定があったりとかするので、そうやって義務付けられてなかったとしても、一定のメリットを受けるためにはあ、届出を出さないといけませんよ。こういうふうになっているものも含んで、まあ、それを全般まとめて届け、届出というふうに呼ぶんだということになります。 これは稀にですね、ちょっと問題になったりすることがありますが、婚姻届出について、えー、これ結婚のあの、婚姻届出ですね。婚姻届について、で、ここでいう行政手続き法上の届出に該当するのか否かっていう論点があったりとかするんですけども、まあ、ちょっとマニアックだなっていう感じはするんですけどね。まあ、以前なんか行政書試験とかでもあの、問われたことあったかなというふうに思いますけれども、 えー、婚姻届では、実はですね、出すときって、で、二人の意思が合致して、婚姻届で書いて、で、証人の人が証人欄にサインをして、で、そして出しますよね。で、出したら、まあ、有効に成立なんていうことなんですけれども、えー、この婚姻届では、民法740条にですね、こういう規定があるんですよ。婚姻届での受理っていう規定が置かれていてね。 婚姻届では、その婚姻が民法731条から、えー、737条までの、そういう法令の規定に違反しないことを認めた後じゃないと受理することができないと。こういうふうに書いてあって、先ほど私ね、受理という概念を否定してますよっていう話をしたんですけど、思いっきり受理の概念で書いてるんですよ。で ここでは、もう一定の審査をして、で、その審査結果ですね、えー、この要件に満たないような場合、法律の規定に適合してないような場合には、受理しませんよ、不受理ですよっていう書き方がされていて、まあ一定の審査が入るということがですね、書かれているんですね。これはやっぱり実質的なあの申請と、 おいうふうに捉えるべきなんじゃないかということで、届け出ではなくて、これはあくまで、まあ、不受理の概念否定してますから、だからもう、受理のことがですね、書かれている条文が思いっきり入っていると、それを届け出と言ってしまうと、いろいろ整合性が取れなくなってしまうので、これは、じゃあ、申請行為であるというふうに捉えましょうと、そんなふうに、まあ、無理やり位置づけているということですね。まあ、ただ、なんかあんまり一般的には、 うん、これを申請をするというふうにあんまり捉えてないですよね。コイン届けで出してなんか、ああ不許かとか言われたら嫌ですもんね。だからなんかあんまりイメージが湧かないんですけど、民法740条とかね、見ていただいて、ああ、そうかと。そうやって不受理っていうのがもう念頭に置かれてるから、だからこれは届け出には該当しないというふうに読むんだ。まあぐらいに抑えておいていただければ十分かなというふうに思います。 はい、えー。ではですね、改めて37条の規定を見ていくことにしましょう。37条、もう本当一1箇条しか置かれていませんね、届出に関してはね。届出が、届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること、その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合、 要するに、まあ、届け出といってもですね、えー、ま、いろいろありますよ。まあ、転入届出ぐらいだったら割といいですけど、例えば住宅宿泊事業の届け出。あれね、あの、届け出って言ってるんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよ。結構いろいろね、考えていきますと。 だから私も最初は届けてたからもっと簡単にできるだろうなんていうことで、えー、もう本当にデジタルサービスなんかを作ろうかななんていうことでシステム開発とかも入れたんですけれどもあ、結局、いや、蓋を開けてみたらですね、これもう消防設備も旅館業ともう同等レベルのものを入れなければいけないとかですね、消防の問題が絡んできたりとか、あるいはそのあ廃棄物のですね、ゴミ処理の問題とかも、これもここの役所に持っていかないといけませんよ。あ ななんかかか保健所の職員が立ち入りしますよとかなんとか言われて全然届け出じゃないじゃんなんてもう当初はいろいろ揉めましたけれどもこれは実質的な許可制だろうなんていうことででこれはおかしいもう届け出,て届け出制にしようということでわざわざこの文言になったにもかかわらずなぜえこんなに煩雑にしてるんだなんていうことでえ観光庁とかにもですねえ意見書を提出したりとかまあいろんな議論を重ねて結構今はね割とその届け出に 近しいい形にはは、まあ、なってきてきるとはいえ結構難易度が高いかなという感じがしますけどね。はい。まあそんな制度ですよ。届け出が届け出書の記載事項に不備がないこととか書類添付されていることお、形式上の要件に適合していること、まあこういうことはですね、確認しますよね。で、まあ、適合していない場合にはですね、 これ、ちゃんと、あの、お名前書いてくださいとか、住所欄埋まってませんよとかですね。まあ、そういうことを指示しなければいけませんから、あまあ、そういう形になっておりますけれども、ちゃんとした書類が提出されている場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達をしたら、これ、到達ね。これが重要ね。到達をしたら、当該届出をすべき手続き上の義務が履行されたものとすると。 届け出に必要な事項。これが埋められている書類であってあ、あるいは添付書類とか要求されている場合には、ちゃんとした添付書類が付いていること、えー。これはですね、あの、きちんと確認しなければいけませんが、そういうものがきちんと出されている場合には、もう役所の窓口に出せばですね、それで完了すると。到達をしたら完了。不許可とかにはならない。不受理ということもありえない、えー。これがですね、届け出なんだということになってまいります。 これね、私業務やり始めてから、あの、パラパラといろいろ法令をめくっていたときに、風俗営業法ですね。 えー、例えばあ、キャバクラ店の営業許可とかですね。えー、こういったものについて、風俗営業法に規定があったり、まあ、ゲームセンターとかもそうなんですよ。ゲームセンターとかパチンコ店とかも、これは風俗営業法。なんか、風俗営業って言うと、うん、直ちにいかがわしいイメージを持たれる方がいらっしゃって、うん、我々でももう、なんか業務柄ですね、電車の中とかでも、でっかい声でですね、風俗営業の話とかをしてしまいがちなんですけれども、ね、もう職業病だなと思いますけれども、 あの結構ねそうやっていろんなあ業種が規定されているわけなんですがあれ最初に見た時におなんでその例えばキャバクラ店とかの営業は営業許可ゲームセンターとか営業許可っていうふうになっているにもかかわらず性風俗ですね性、えー、風俗の例えばソーブランドの 営業になんかに関して、この性風俗なんかに関しては、あ届け出制になっているということで、これはなんか、 ほら、届け出制と許可制だと、なんか許可制の方がランクが上で、届け出の方が簡易的なものだから、なんでこれ性風俗の方が届け出になってるんだろうか、なんていうふうに思ってですね、えー、パラパラと見ながら、風俗営業法のね、詳しい先生ともちょっとお話をしてたんですけれども、いや、それはやっぱり歴史上の、歴史上のね、経緯があるよと。 もともと性風俗なんかについても歴史があってもともとあったものであるとで、かつ、許可というのは国が、ねえー、お許しをする、まあ、一般的な禁止を特定の場合に解除する行為が高額上の許可でしたからそう考えると国のお墨付きを与えるような感じがするんですよね。なそれはやっぱりできなないいんじゃないかと だからもう歴史上昔からあるものに対してじゃあ届け出を出してくださいというそういうレベルで管理をするということでああうまいこと調整をしているんだななんていうふうに思いましたけれどもね結構面白くないですかこうやって届け出っていう言葉をまあうまくねそうやって使っていたりとかするんです えー、個別法をね、こうやってね、読んでいくと結構面白かったりとかしますから、あぜひね、えー、まあ受験されている方なんかに関しては、試験終わった後に、いろいろね、いろんな法律ありますから、個別法を見て、一緒にね、なんか見,見る、そういう勉強会みたいなのができたらいいかな、なんていうふうに思います。はい、えー、ということで、まあ、今日はここまでにしましょうか。はい、えー、届け出については以上ということにさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。